海月集とは、室町時代から安土桃山時代の都市で自治の指導的役割を果たした表情組織、またはその組織の構成員。特に堺におけるものが有名。同じ時期に山田、大港、博多、酒田などの都市にも類似した組織が見られた。海月集の名前の由来は寺の集会にあったとされる。海月集は堺のお得者で構成され、 のとややエンジンやなどの有力商人がその人に当たった。堺で海合衆の名が所見されるのは末広大、市区の所見日録で1484年8月1日に三尊者の祭礼で頭を務めたのが海合州内、かすえ、いすみ両人と記されている。海合衆の数は36人とされるが文明年間は10人と見える。また、 内野州として10人が訴訟を表情したとする資料もある。これらのことから36人の会合衆の中でもとりわけ有力なものが10人の内野州であるとする向きが多い。堺は摂津の堺僧と泉の堺南僧に分かれていたが会合衆が集まる会所それぞれにあった。堺僧では北野省共同とあるが場所は不明である。堺南僧の会所は 発掘調査などで、開港神社境内の念仏寺にあったと推定されている。同じ頃、伊勢の山田には年寄りによる自治制度があったほか、伊勢の大港にも、海合衆による自治組織が、また博多は12人の年行事が町を治め、庄内坂田には調整を取り仕切った36人衆がいるなど、それぞれの都市に応じた制度で自治が行われた。 1556年に日本へ来た宣教師ガスパルビレラは、境の様子を見て、安岡市日本通信の1561年8月17日付書館に、この町はベニス氏のごとく失政官によりて収められると記した。この失政官とは、海河州のことを指している。従来は、エゴ州の読みが一般的であったが、そのように読まれていたという裏付けがないため、 一部教科書では、会合集の読みを採用している、中学社会歴史的分野より、ありがとうございます。